一回あなたからまたもう一回の電話で僕らは出直せる。でもこういったことばっかり続けたらあの思い出がダメになってく。頑張ってみるよ。優勝できなかったスポーツマンみたいにちっちゃな根性身につけたい。ここ最近の僕だったらだいたい午前8時か9時まで遊んでる。ファミコンやってディスコに行って知らない女の子とレンタルのビデオ見てる。こんなんでいいのかわからないけれど、どんなものでも君に叶いやしない。心の僕はカルアミル飲めば赤くなってたよね。今なら仲間とバーボンソーダ飲めるけれど、本当は美味しいと思えない。ではなんかやめてさ、六本木で会おうよ。今すぐおいでよ。仲直りしたいんだ。もう一度カルアミルクで。